ここに来るまで誰にも見られてないだろうな。そんなの恥ずかしいからに決まってんだろ。いいか、素早く入れよ。いいな。大丈夫なようだな。これは誰にも秘密の案件なんだよ。強くてかっこいい狼になるための秘密の特訓なんて、それこそかっこ悪いし。お前、誰かにこのこと言ったりしてねえだろうな。なんだと？ただ、あら、そんなに本を持ってどこに行くの？ふーん、芝の部屋？へえ。やだ、私が心配しなくてもうまくいってるのね。でもこんな昼間からなんて、いくら今日が休日だからって、お盛んね。大丈夫よ、皆まで聞く気はないから。行ってらっしゃい。なんでもねえよ。くそ、エリカのやつ、後で誤解を解かねえと。いや、これはこのままの方がいいのか。それより物はあったのか。おう。そんで、最初はどれからやるんだ？え？アイコンタクト。まあ、獣は基本的に視線をそらした方が負けだって言うしな。おう。うん。うん。なあ、これいつまで続けるわけ？なんだよ、嫉妬って。座れってことか？これでいいのかよ。何なんだよ、こんなんで本当に強くなれんのかよ。え？まあそこそこ。くそ、こんな姿絶対誰にも見せられねえ。あ？こうか。
くそ、お前撫でんのうますぎ。やばい、狼かもしてねえのに理性がとろけそう。ああ、くそ。いや、それは。いやじゃねえよ。だから困ってんじゃねえか。くそ。やばい。マジでやばい。はあ、これは癖になる。そんで。こうか。何やって。は？ホールドスチール。おい、ちょっと待て。お前が今読んでるその本貸せ。賢くて強い犬のしつけ方。犬。おい、お前。てめえ、いい度胸してやがんな。うるせえ、帰れ、二度と来んな。おい、どけ、邪魔だ。ん？誰かと思えば、最下層種族のゾンビか。廊下の真ん中に突っ立って何をしている？そこは芝の部屋だろう。芝に用事か？おい、聞いているのか？何をしているのかと聞いているんだ。何？犬のしつけ？なるほど。お前、人畜無害なようでいて、なかなか効果的な嫌がらせをするんだな。シバは狼だ。同じ犬科の動物であっても狼は狼、犬ではない。そして、獣人たちは一様に己の属する種に自信と誇りを持っている。これは別に獣人に限った話でもないがな。だが、獣人たちにその傾向が強いのも確かだ。そんな相手に、犬のしつけ本とは。シバは確かお前のサポート役だったと記憶しているが、世話になっている相手に、この仕打ちか？
所詮は卑しい下級のゾンビか。見目は美しいが、中身はまるで美しくない。